はい、今回の動画は Excel で数式の参照元のセルに素早く移動する方法をご紹介します。で、Excel で例えばですけども数式をですねちょっと修正したいなんて言った場合に、その数式のですね参照元のセルですね、これがですねちょっとパッと見ですね分かりづらかったりだとか、あとはですね別のシートにあったりとかしてですね、いずれにしても参照元のセルがねちょっと分かりづらいといった場合に、ショートカットキーを使うことによって数式の参照元のセルに素早く移動することができます。それでは早速やってみたいと思うんですけども、じゃあ今回この表のですね、じゃあこの H の13のですね、こちらの数式ですね、こちらのですね、参照元のセルをですね、素早く調べたいといった場合は、その数式が入っているセルを選択をした状態で、キーボードのコントロールキーを押したまま、このカッコのキーですね、こちらを押します。はい、そうするとね、こういった形でですね、この数式のですね、参照にしているセルをですね、一発で選択をすることができました。まあ、今回はね、まあ、動画上ですね、分かりやすくですね、まあ、このすぐ左のですね、このセル範囲がですね、参照元のセルになってますけども、もうちょっと複雑な数式であったりだとか、あとはですね、まあ、別のシートにですね、その参照元のセルがあったりなんかする場合でも、このコントロール括弧でですね、素早く参照元のセルを選択をすることができますんで、数式をですね、ちょっと修正したいだとか、あとはですね、この数式がですね、実際どんな感じなのかっていうのをですね、調べたいときに、このショートカットキーですね、うまく使ってもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。